2018明治安田生命 J2 リーグ第11節です。大分トリニータ対 FC 松田ゼルビアのゲーム。2012年と2017年の2シーズンの対戦、4回の対戦があります。大分と町田、大分の2勝1分け1敗です。では大分トリニータのスターティングメンバー、予想フォーメーションをご覧いただきます。今日は伊佐が今季初先発、2シャドウは馬場と後藤です。さあこちら町田ゼルビアのスターティングメンバーです。馬場がシュート、先制点、開始2分で馬場が決めた。開始2分で先制点を置いた取りにいた。どうしてもボールサイドによる町田のディフェンスの大谷の頭の上でした。まあ、ただ落ち着いてよく決めましたね。松本麗のクロスボール、大谷の頭を越えて馬場です。伊佐が倒された。ここはどうなる。カード出そうですね。うわ、レッドカード。決定的な得点機会の阻止ということになります。剥がされることが数多くありますからね、こういうの。そうですね。さあ清本から星に出たボール、中央に伊佐、その伊佐受けて落としてシュート、ババーこぼれて入った。大分追加点。今のようなボールの動かし方が大分は理想ですよね。重いボール無理だった時に後ろダイレクト、まあディフェンスに当たってますけどね、非常に効果的ですね。前半のアディショナルタイム3分。さあ宮坂の左足、グラノスペース欲しい、左足落としてババー、今日ハットトリック。ケンジ3点目。3点取ったぞというアピールを今。非常に効果的な攻撃ですよね。相手の嫌がるところをしっかり見て、まあ、本当大分が前半やりたいことがそのまま出てるようなね、形ですよね。キーパーの前に中島、宮にロメロ、井上のところにボールがこぼれてきます。中に入れていく、もう吸い込まれて1点返した町田ゼルビア。最後は大分の選手か。いや、どうでしょうか。ヘディングで触らしてるんで、非常にこうタイミングずらして素早く入れてますからね。戻ってきたところ井上のボール、酒井ですね。どうだ、鈴木浩二か、いや平戸です。1点返しました町田ゼルビア。さあここ いいボールでしたね。伊佐と酒井、伊佐コーナーキック、ちょっとエキサイトしています。竹内、松本、いやフリーですよ。さあ2対1だ。さあ清本パスを出して伊佐、伊佐シュート、4点目。まあこれは仕方ないといえばね、仕方ないですよね。ただ伊佐よく決めましたね。欲しかった欲しかった、相手を仕留める4点目ということになりそうです。ただこれも決してどうでしょうか、ストライカーにとっては。まあ、簡単ではないと思いますね。まあ、ただねトラップがファーストコントロールが非常にいいところ行きましたからね。そのファールで得たフリーキックです。奥山の右足、ファーサイド、鈴木強いですね。
れですね。そうですね。さあこれがラストプレー、高木試合終了ですか。ここで主審三上さんの長い笛、4対3、大分トリニータが勝利を収めています。